ボーイング七百四十七がプッシュバックする様子メディアを再生するエアバス a 三百八十がプッシュバックする様子プッシュバックとは航空機に特殊車両を接続してその動力により後方へ押し出して移動させることを言う空港で旅客の乗降などのために駐機している航空機がエプロンから離れて滑走路に向かう際機体の大きさや空港建物のレイアウトの都合により 機体を交代させて移動する必要が生じる場合がある。しかし、航空機自身の動力で交代することができない場合は、プッシュバックが行われる。飛行機には、ジェットエンジンを逆噴射させたり、プロペラのピッチを反転をさせたりして、自力で交代する、パワーバックが可能なものもある。しかし、パワーバックは更新のため前進するより、エンジン出力を上げる必要があり、 騒音問題や周囲の航空機や建物、設備などに強風が当たることで損害を与える可能性があることから一部の例を除いて空港内でのパワーバックは禁じられている。また、強風によって巻き上げられた砂やゴミをエンジンが吸い込むことでエンジンにダメージを与える可能性があるため逆噴射を利用した交代を運用上認めていない航空機も多い。 格納庫内では原則エンジンを停止する必要がある。ため、エプロンと格納庫間の移動にも使用される。プッシュバックで用いられる。特殊車両は、日本では、トーイングトラクターもしくは、トーイングカーと呼ばれ、英語では、A、パッシュバックトラックあるいは A、タックと呼ばれる。これらは、空港内で機体を牽引して移動させる場合など、プッシュバック以外においても用いられる。 大型機の牽引に用いられるものは、長さ約7メートル、幅約2.8メートル、時長は40から50トンほど、エンジン排気量は14000から 15000cc ほどである。また、この作業を行うためには牽引免許の他に、航空機機種ごとに更新時の旋回半径や切り返し、挙動に差があるため、機種ごとの車内資格が必要となる。また通常のトレーラーとは、 車両間隔が異なるため、航空会社では練習用として牽引した間隔が、航空機に近くなるように鉄骨のフレームに車輪を付けた模擬飛行機、ダミーシップを用意している。航空機と車両を接続する方法によって、トーバーと呼ばれる部品を使用するタイプと、トーバーを不要としたタイプに分類することができる。2010年代になって航空機の空港での 運用時におけるエンジン運転の二酸化炭素の排出や騒音が問題視されるようになり、特にヨーロッパを中心にプッシュバックから滑走路までのタキシング時にエンジンを始動させないで走行できるように、電気自走タキシングシステムやトーバーレストラクターを進化させたハイブリッド電気牽引車の開発研究が進み、ビールチューブのような後付けシステムも登場している。トーバーという棒を 航空機の前足と車両の間に接続する方式で、トーバー自体は手動で機体と連結し、外す必要があり、時間がかかり、航空機との連結点と車両との連結点との両方が屈折する。構造上、日本国内では最高速度は、基本的に時速1 5キロメートルと決められている。大きな荷重が加わった際、 破断することでトラクターと航空機の双方をダメージから守るシェアピン、シェアピンが用いられる。シェアピンの先端限界は機体ごとに異なるノーズランディングギアのストラクチャーダメージ許容度に合わせ数種類設定されている。同様にランディングギア側のトーバー取付部も機種により形状が異なる場合が多い。そのため機種により トーバーを付け替える必要があり、複数の機種を持つ航空会社は必要な種類のトーバーを用意しなければならなかったり、運用時には航空機側のコックピットにブレーキマンが乗り込み、機体を円滑に停止させ、機体へのダメージ軽減のため、車両と航空機の双方が同じタイミングでブレーキを操作する必要もある。例えばトラクター側だけでブレーキをかけた場合、飛行機の打声によって、 ノーズランディングギアに慣性力が集中してジャックナイフ現象を起こし破断するが破断方向によってはトーバー本体に応力が採用し結果的にノーズランディングギアが損傷してしまうなど人員や技術が必要で育成する費用や時間もかかり後日のトーバレスや電気自走タキシングシステムと比較しても航空機の燃費にも良くなく効率が悪いため今後は減少していく 可能性がある。車両自体は、トーバーを接続できれば良いため専用車両を導入せず、ピックアップトラックにトーバーを追加した多目的車両や農業用の小型トラクターなどを流用することで、機材コストを抑える組織もある。航空機の膠着装置を十数センチメートル持ち上げ、トラクターが抱え込むようにして移動させる。移動速度は、 時速およそ 30km とトーバータイプに比べて構造上高い速度が出せる。機種のハンドリングデータさえあれば、トーバーレストラクター1台でどの機種もハンドリングできるが、トラクターにも大きさが様々あり、小型のトーバーレストラクターでは大型機はハンドリングできず、大型のトラクターは機体の地上高以下の車高でないと小型機はハンドリングができない。また、 小型ジェット機のようなジェットスタージャパンの成田空港の一部便では人員を抑えるため主客の片側に取り付けられ一人の地上作業員がコックピットと連絡を取って車両を遠隔操作できるドクシャーフ社のパワープッシュと呼ばれる車両を使用している。なお、このパワーアップッシュでの旋回はコックピットで操作を行うが操作するコックピットから機体後方の安全確認が難しく プッシュバックのみに使用され、他の車両のような航空機牽引作業には使用されないなど制限が多い。ゴールドホッファーや GHH5 では座席が180度回転することで後部の視界を確保し、車両単独で全ての作業が完結する車種も存在するが回転機構を搭載しているため車両価格が上昇する。小規模な空港や小型機は 機材やスペースの関係で自走で地上旋回して方向転換を行うことが多い。また、格安航空会社向けの空港ターミナルビルではコスト削減のために自走で旋回して方向転換することを前提に設計されていることがある。このように航空機が自走で出発可能な空港はスポットに障害物が少なく、 航空機自走線開発径の安全間隔を設けることが前提となるので、オープンスポットでターミナルと航空機が離れた設計になっていることが一般的であり、この場合は航空機まで徒歩やバスなどで移動したラップや航空機に内蔵されたエアステアで乗降することになる。例外として、大阪国際空港の一部のスポットなどでは、フィンガー式ターミナルに対して、 横向きに駐機することにより B767 クラスの飛行機でもプッシュバックすることなく方向転換もあまり必要とせずに自力で走行開始が可能である。これらのスポットはボーディングブリッジを備えている等、使い勝手は他のスポットとほとんど変わらないが例外的存在と言って良い。 アメリカでは MD-80 やボーイング737のような比較的小型な航空機に限っては、地方によっては逆噴射で後退することを認めている空港もある。軽量な小型機では大人1から2名で移動させることも可能であり、小型機専用の飛行場では、トーイングトラクターを導入せず、人力のみで運用する場所もある。 働く車、トーイングカージャルの定時運行を支える、空港の働く車ボリューム1、オートックワン、h t t p a u t o c o n e j p w o r k c a r 2 1 5 0 0 1 2 0 0 2 h t m l 8エアバス、電気自走タキシングシステムの開発に参画へ、フライティムニュース、 http://fliteam.jp:/news/article/30050 ルフトハンザ離陸ポイントまで牽引する環境に優しいタキシーバットを導入フライティムニュース http://fliteam.jp:/ エアラインルーフトハンザ /news/article/4670 に飛行機に乗るのが面白くなる本。コン、パワープッシュによる、ジェットスターのプッシュバック、パワープッシュユニット会社資料フランクフルトハン、空港、パリボーベティレ空港、ロンドンルートン空港、茨城空港、関西国際空港、 第二ターミナルなどや一部地方空港。ありがとうございます。